ちょっと無理。今回も、剣士、実況していきたいと思います。前回は、ついに南西に出発するも、遺跡を発見できなかったり、撮影外でやられたりとグダグダな展開に。リアルタイム系は常に撮影してると色々大変だからさ。いやさ、それを言い訳にしちゃダメだって言ったじゃん。うん。できる限り撮影をミスらないよう頑張ります。じゃ、今回も南へ向けてさらに進んでいこう。というわけで、前回の警備スパイダーにやられた傷も言え、そろそろ出発予定。狭いところだから少し見えづらいけど。ここから出ると、ビーチングがうろうろしてるからさ。一体ずつならいいけど、複数いるとな。そうそう。で、最新の注意を払いつつ、出発するも。道に迷いつつ、ビークシングをかわしつつ、進もうとするもうまくいかず。前方に見えるビークシングの集団の中を突破しなきゃないことに。あれ、巣じゃないんだよね。全然違うよ。なのに常時5体以上がうろついてるんだよね。おとりのスワンプラクターが後ろにいるんだけど。引っかかったせいなのか、そのままいなくなってしまったよ。もう回路はないんだよね。あの集団を避けるために5分くらいさまよったけど、なかったんだよね。ラクターを盾にして一体撃破するも焼け石に水。パッと見、4体 ?5 体いけなくもないけど、損害がでかくなりそうだからなここで、信成を釣り役にして、おびき出すことに。最近忘れがちだけど、当主自らおとりをやるとは。信成なら逃げ切れるかなと思ったけど、かなり足早いな。なんとか味方のところまで逃げれたけど、2体も釣れちゃったか。1対1体がそこそこ強いから、ほんと無理したくないんだよね。まあ、なんとか2体処理して、これからも釣っていくの。そうだね、釣らなくても個別撃破はしていきたいかな。その後、何体か処理した後、物陰から出撃。即座に反応した1体が走ってきた。1体なら対応可能、返り討ちにして。さらに進み。また一体釣ることに成功。処理完了。なかなか前に進ませてもらえないなぁ。うわ、また一体来た。こんなに苦労してるんだから、この先にある遺跡で良いアイテムがあってほしい。なかったらほんと報われないよ。数が減ってきたので、中央突破を図る。食事中の1体と、奥から1体、傷ついたのが1体。これを倒して、さっさと前進しなきゃ。撃破。さっさと手当てをして。突破するも、また奥から1体出現。なんか無双系を思い出すような敵の出方。なかなか突破させてくれなかったり、いやらしい敵の出方するんだよねー。遺跡の頭が見え始めたあたりで、久保騎兵。まあ、ここからしか近づけないから仕方ないんだけどなー。ただ、久保騎兵降りたところで、ビークシングの待ち伏せに遭う。これ早く切り抜けないと、奥にまだ食事中のビークシングが。あ、来ちゃった。遺跡まであと一息、こいつらを倒してこうこの憂いを立たねば。ちょっと見づらいけど、無事撃破。ダメージが蓄積してるのが心配だけど、遺跡でなんとかしよう。あれ
遺跡の屋根がない。まさか、こんなに頑張ってきたのに遺跡の廃墟。ってことは、何もない。うん。完全なトローだよ。ただ、ここクレーターにはまだ遺跡があるから次に希望を託そう。次の遺跡も嫌な予感か。またか、またなのか。落ち着いて、まだあるんでしょ？うん、まだある。次がそろそろ見えてくるはずだけど。また嫌な予感か。次はきちんとした遺跡のワズ。ここあたりなワズだけど。もう、ね。確かに、最初の遺跡付近が一番ビークシングがいて、ここまで来る途中全然遭遇しなかったりとあったけどさ。重要な箇所に集中配備されてたわけか。だろうねー。もう街を目指そう。そろそろ街が見えてくる頃なんだけど。あ、見えてきた。これで一息つけるなー。と言っても、ビークシングとの激闘の後はよく2000頭とかなかったんだけどなー。そこが不思議なところだよね。ほんと重要な施設の周りにいただけなのかとね。というわけで、ドリフターズラストで治療を終え、街を出ようとしていると。なんかどけとか言われてるんだけど。貴族がどうとか言ってるけど、都市連合には貴族がいるのかな。それもかなり偉いみたい。邪魔したら死刑とか言ってるからねー。で、その貴族様が何かに攻撃してるんだけど。なんか、部下にやらせて自分は何もしないみたいなイメージがあるけどなー。貴族様はあの集団と戦ってるっぽい。ああ、なんか乱戦に。相手は奴隷狩りだけど、都市連合では合法な技だけどなー。貴族様の機嫌を損ねたとかかな。いつか、信成も貴族になれればいいけどねー。貴族より一国一城の主じゃない？貴族よりもそっちだねー。貴族の横暴を見た後、最寄りの遺跡に。また嫌な予感がする。今回は外ればかりだなー。気を取り直して次行きましょう。そろそろ次の遺跡予定地かな。町？村？の廃墟かな。地図の塔の倒れたマークはいろんな意味合いを持ってるのかもな。もしかすると、本当の遺跡も混ざってるってこと。そうそう、建物が残ってるの以外に、本当に廃墟同然の遺跡も同じ表示なのかもってね。見方変えれば、過去の村も遺跡とは言えなくもないしな。そういうことだねー。当然、村の廃墟に何もあるわけもなく、次の遺跡に。今回のはいけそう。今日最初のあたりか。ピッキング担当のサンバーに鍵を開けてもらい。鬼武蔵が中に突入。敵がいないタイプの図書館跡地か。次は会場にあるっぽいけど。あれかな。行くだけ無駄感があるような。一応。及びの得意なバーンに見に行かせようかな。はい、何もありませんでした。想定内すぎて何も言えない。水没系は当たりないかな。この後は、何個か当たりを引き。連続で4箇所も当たりを引いた後、今回の最後の遺跡に。結果的にはあまり良くはないけど、ないよりはマシなレベル。次の遺跡に期待したいところだよ。前情報だとかなりいい遺跡じゃないっけ。情報ではね、南西の一つの目的でもあるからね。おお、期待できそうな作りの遺跡。このタイプに外れはなかったからな。到着は夜になっちゃったけど、突入準備をしていくよ。
お、入り口が閉まってる。これは期待が高まっていく。みんなで一斉ピッキング。さあ、誰が開けるのか。あ、あっさり。突入ポイントを選定してたら。中からスパイダーが出てきた。これはこれでありがたい。一斉攻撃で沈めていこう。撃破完了。早速電子部品を取り除いて。え、スパイダー2体いた。1体しか見えなかったけど、いつの間にか増えてたみたいだね。好都合。手当てを終え、内部へ突入。2体撃破したのに、まだ中にいるのか。スパイダーだけじゃなく、スケルトンもいる。こんなに厳重なんて、いいのがあるに違いない。まずは安全を確保しないとね。一回制圧。スパイダー4体にスケルトン1体、今までで一番多かった。まずは、寝袋を引いて回復だ。傷が癒えたので、今度は2回制圧作戦を開始。鬼武蔵大鳥に、かっこ撃破を目指す。2階にいたの全部連れてきた。みたいだねー。まあ、結果オーライ、倒せばいいだけよ。前衛で止めきれず後衛まで突入されてるけどさ。あれ、要塞とスパイダーが戦闘しつつ外に出ちゃった。壁抜けをするとは、要塞やるのを。感心してる場合じゃないし、要塞ダウンしてるよ。さすがにスパイダーと一騎打ちは無理だよねー。なんとか、2回制圧作戦終了。今度は3回制圧作戦準備中。今度こそ、釣りすぎに注意しなきゃ。お、今度はうまく2体釣ったなー。うまくいったねー。あの2体を処理して、3階にアタックをかける。狭いけど大丈夫。2体くらいならどうってことないわず、ダウン車は出ると思うけど。あっさり終了。損害は出たけど、見事制圧完了。というわけで、なんか前回のラストと同じような感じだけど今回はここまで。ほんと同じような最後になっちゃって困ってしまったよ。でも、仕方ないんでしょ？そう、今回の前段作戦は遺跡巡り。次回から後段作戦を実施していく予定だよ。では、次回後段作戦をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。